はい、ということで今日はですね、待ちに待った楽天です。楽天なんでね、待ちに待ったかっていうと、今日ですね、本当今日これ楽天の決算発表あったんですよ。これ僕結構ね待ってたんですよ。前もちょっと言いましたけれども、それでやっぱこう楽天の動画を作んなきゃいけないなと思ったわけですよ。そんな感じです。で、今日はですね、どんな話するかっていうと、まあ、改めてですね、こう楽天の決算もちろん紹介していくんですけれども、だからね、楽天の今の状況、あとですね、改めてちょっとですね、採算分岐点の話、だから何人ですね、楽天モバイルが何人契約者数がいると黒字になるか、そういった話とか、あとですね、なんとこれ楽天の売却の話についてとかね、そんな話をしていきます。まあ、そういったニュースがあったんですよ。楽天の売却についてとかね。そういう話です、今日は。はい。ではね、早速行きたいんですけれども、いつもですね、楽天の動画っていうのは長くなっちゃうんですよ。ちょっとね、早口で行こうと思うんですけれども。まずね、最初これ、何やるかっていうと、楽天のですね、11月11日、決算発表があったんで、こっからです。今の楽天の状況からです。で、これちょっとね、こういったニュースあったんですけれども、このニュースタイトル。ニュースタイトルが、速報、楽天モバイルが契約者数、純増も営業損失1209億円。無料ユーザー割合減少による損益改善狙うってね、そういったね、タイトルなんですよ。だからね、タイトルに今あったね、契約者数純増ってあった。これが僕一番ね、そんなバカなって思っちゃったんですよ。僕はそう思っちゃったんですよね。で、ちょっとこれね、中身、グラフで見るとこんな感じ。はい、こんな感じです、こんな感じ。で、このですね、グレーの部分が0円プラン。グレーの棒線。このグレーの部分が0円プランだったら無料ユーザーです。そして赤がですね、課金ユーザーですね。お金をね、ちゃんと払ってくれるユーザーですね。で、これちょっとね、見にくいかもしれませんけれども、一番右が2022年の9月のラインです。一番ね、右。そこが9月なんですけれども。で、まず楽天は5月に7月から0円プランを廃止しますって発表したんですよ。ということで見ての通りですね、4月を頂点として、もうですね、0円プラン廃止になる7月を前にして、もう発表があった5月から、どん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 ですね、これ見ての通り、契約者数が減っていくんですよ。で、ずっと減り続けて、で、それがやっとですね、9月に横ばって、で、急にですね、見ての通り、赤の課金ユーザーが急増してるじゃないですか。まあ、これはですね、どうしてこうなってるかっていうと、これ、無料だった人が、だから0円プランだったけれども、解約しなかった、そういった人が、自動的にですね、有料プランに移行されて、こういったね、グレーから赤になってる感じなんですよね。で、楽天っていうのはさらにですね、これもちょっと言っとかなきゃいけないんですけれども、9月、10月っていうのは、使用量が 1GB 以下の人っていうのは、ポイント還元されて、まあ、結局ね、実質無料になるっていうね、そういった期間だったんですよ。だから実質ですね、10月末までが0円キャンペーン期間だったって言えるわけなんですよね。だからね、なんでこれ実質無料の9月まで見せられても、そらそんなに減らないよねってね、思ったかもしれませんけれども、しかもこれね、課金ユーザーが増えたってね、こう楽天はね、決算発表で言ってるんですけれども、そこはこう自動に移行されてるからね、そらそういう風になるってことなんですけれどもね。で、これがですね、今の契約者数、これ数字で言うと、MNO と MVNO、の合計契約者数は2022年9月末時点で518回線って発表がされましたね。あ、これですね、 MNO と MVNO ですけれども、簡単に言うとね、これね、 MVNO っていうのは他の会社の回線を借りたね、格安 SIM サービス、そういったね、まあ、格安 SIM サービスで理解でいいですかね。自社の回線使ってないみたいな、そんな感じですけれども、だからね、本当の楽天モバイルっていうと MNO の方ですかね。そっちの方だとですね、まあ、455万回線なんですよね。まあ、ただ今日はね、楽天ちょっと優しめに見積もって、これね、MNO と MVNO、これ合計して楽天のね、契約者数は518万人いるってね、そっちのを使ってきます。で、さっきやったようにですね、ちょっと今楽天が本格的に契約者数が減るってのは、実質無料が10月末で終わるので、11月から一気に減るでしょってね、そういうの言われてたんですけれども、ただこれがですね、今回の決算発表では、7、8、9月の四半期決算発表だったんですけれども、だからね、11月はまだ途中だから細かな数字とか発表されなかったんですけど、でもこれが11月どうなったかについて言及はちゃんとね、決算アップしてくれたんですよ。で、これがなんと、こういう風にね、書いてあります。解約数は落ち着き、楽天アンリミテッド7なのかな?発表前のレベルまで回復したという、11月に入ってから契約数は純増したってことらしいんですよ。これがね、さっき言ったように予想外でビビったんですよ。11月になって、なんか契約者数が増えてるっていう感じなんですよね。しかもね、なんか楽天の発表ではね、11月増えて、どれぐらい増えたかっていうと、0円プラン廃止を発表する、その前ぐらいと一緒になったってね、そこまで増えたってふうに言ってるんですよ。だからこれ本当なのかなって僕正直ちょっと疑ってますけれどもね。ただこれが本当ならね、まあ結果ですね、全部有料プランにしても結構ね、解約を防いで、なおかつさらにいくら契約者をですね、獲得したってことになりますよね。正直かなり意外でしたけれどもね。で、まあそれはね、楽天にとってすごい、楽天モバイルにとっていいこととして、
ただですね、同時にね、同じ決算発表で言われたのが、これからですね、まあ、決算発表だから当たり前に言うんですけれども、楽天モバイルにおける第3四半期の営業損失は1209億円ってことを発表されましたね。まあだからね、当たり前ですけれども、営業損失赤字ってことです。1209億円の赤字だったってことなんですよね。7、8、9月で、それだけね、お金がなくなったってことなんですよね。で、これがですね、グラフで見ると分かりやすいんで、グラフ見ましょう。はい、こんな感じ。で、これが一番右です、これ。一番右が直近の四半期。だからね、7、8、9月ですね。で、これね、一番右の下に赤で出てる営業損失ですけれども、これがね、7、8、9月で1209億円の赤字。で、まあ、そういうことなんですよね。で、これがですね、今年で見ていくと、1月から3月が1350億円。あ、ここです、ここ。これ1350億円の赤字ってことです。下の方に出てるやつ。で、次。今年の4月から6月が1242億円の赤字。そしてさっき言ったように、これがね、7月から9月までが1209億円の、まあ、赤字って、お金なくなったってことなんですよね。で、そういった感じでね、1350億円の赤字、1242億円の赤字、1209億円の赤字だから、まあ、ちょっとずつ赤字幅が減ってるっていうのはあるんですけれども、それでもですね、やっぱりこれ、合計すると、まあ、だから今年のね、まだ10、11月、12月出てないですけれども、でもその3ヶ月も似たような数字になると思うんですよね。1150億円の赤字とか、そんな感じだと思うんですけれども。そうするとやっぱりですね、1年間の合計の赤字ってのが、5000億円弱のね、営業損失になるってことだと思うんです。それわかると思うんですよね。で、これね、楽天にとって1年間で、まあ、5000億円弱の赤字が出る、営業損失が出るっていうのは、どのぐらいやばいのか、もしくはやばくないのかってのが、これを見るとわかると思うんですけれども、これ見てほしいんですよ。はい、これです。で、このグラフが楽天の営業利益と営業利益率の推移ってありますけれども、だからまあ書いてある通りですよ。楽天グループ、楽天モバイルじゃなくて、楽天全体の楽天グループの営業利益についてですね。だからね、このですね、営業利益、この利益をぶっ込んで楽天モバイルの赤字を埋めれるか埋めれないか、そういうふうに考えていくわけですよ。で、これざっくりね、ざっくり感じてもらえばいいんですけれども、これね、このグラフ見ての通り、だこれが楽天が出している営業利益、利益なわけですけれども、億ですよ。億円単位ですけれども、一番左が500億円、そして一番右が727億円。それだけの営業利益が出てる。利益が出てるってわかるんですよね。で、これで楽天モバイルの穴埋めをしなきゃいけないと。そういう感じなんですよ。これ全部1年ごとですよ。だからね、このグラフをざっくり見てわかるのが、なんかこう、なんとなくね、800億円とか1500億円の間ぐらいの営業利益がある会社なのかなってね、僕ちょっと思うんですけれども。で、そう考えるとですよ。もうだからね、わかりましたよね。さっき言ったように、楽天モバイルっていうのは1年間で5000億円弱の営業損失になりそうなわけなんですよ。ってことで、まあ、全然足りないですよね。だって、4000億円、5000億円の赤字を出すわけで、1年間でね、楽天モバイルっていうのは。でも楽天っていうのが楽天モバイル始める前とかのね、段階で、どのぐらい利益が出してた会社かっていうと、まあね、せいぜいいいところ1500億円とかなんですよ。いいところでね。だから全然穴埋めできないんですよ。ってことで、楽天の利益では、全然楽天モバイルの赤字をね、補えないってこと。それが分かったと思うんですよね。まあ、なので、今ね、楽天ってのは、あらゆる手段を使ってですね、お金を集めてる、借りてるわけなんですけれどもね。あ、ちなみにこれね、確か記憶ベースですけれども、楽天って言うと今ね、現金が4兆円ぐらい持ってるんですよ。結構あるじゃないですか。それはいいんですけど、ただね、2兆円以上だったかな ?2 兆円以上は借金ですからね。そんな感じなんですよ。はい。ということで、ここまでが、今回の決算から分かった楽天の今の状況ですね。で、こっからですね、ちょっと話したいのが、何度か話してる話なんですけれども、ちょっと新しい情報もあったんで、改めて紹介したいんですけれども、これが何かっていうと、楽天モバイルの採算分岐点はどこかっていう話です。まあだから、契約者数が何人になったら、やっと黒点、黒字になるかっていうね、そういう話なんですけれども。で、これ以前も話したんですけれどもね、またちょっとね、違った数字見つけたんで、それも紹介したいんですよね。で、まずですね、もともと楽天モバイルをね、スタートした時ってのは、三木谷さんが言ってたのはですね、700万人の契約者数が獲得できたら、黒字化するってね、黒字化になるだろうってね、そういうの目安を言ってたんですよ。で、その時はですね、700万人契約者かける月々ですね、2980円使い放題プランだったんですよ。だから700万人かける客単価が2980円ってことなんですよ。これで黒字、まあ、採算分岐点のラインじゃないかっていうのにね、目安として三木谷さんは言ってたんですよね。ただ今ってのはこのですね、月々2980円使い放題ってのが違った数字になってるんですよね。で、今は重量制になっていて、使った分だけ払ってくださいってなってるんですよ。それが980円から2980円のプランってことになってるんですよね。
だからね、そう考えるとね、どう考えても単価が安くなるわけじゃないですか。前はですね、一律2980円だったんですよ。それが今ですね、使った分に応じて980円から2980円だから、で、この2980円って一番高いのが、今の一番高いのが、過去の想定してた、そのプランと同じじゃないですか。ってことは、どう考えてもね、客単価が落ちるわけじゃないですか。それで、以前ですね、僕が数ヶ月前に動画で言ってたのが、1000万人契約は最低いるよねってね、紹介したことがあるんですよ。あ、ただこれですね、今ね、ちょっとさっきも紹介しましたけども、今ですね、MNO と MVNO、この合計契約者数ってのは、これ518万回線なんですよね。まだまだ全然半分ぐらいってことですよね。1000万人だったとしてもね。ということでね、まあ、1000万人ぐらいあったらこれ黒点するかもねとかってちょろっと言ってたんですよ。適当なあれでね。ただ今回ちょっと見つけたんで紹介したかったんですけれども、これがね、何見つけたかっていうと、民間の MMD 研究所が楽天のですね、ARPU、これがですね、月契約単価、まあ、客単価ですよね、月の。これのアンケートを取ってみたんですって。そしたらですね、アンケートによると、みんなこれですね、楽天のユーザーは1300円程度ね、使う人が多いんじゃないかってね、そういった想定、そういった結果が出たらしいんですよ。で、そのですね、楽天ユーザーの平均客単価が1300円だとしたらどうなるかっていうと、MMD 研究所が言うには、単純計算で1500万回線以上の契約が必要じゃないか。黒字になるには、そう言ってるんですよ。これちょっと紹介したかったんですけれども。で、これですね、今回決算発表があったんですけれども、なんとかちょっと意外だったのが、僕ですね、楽天ってのはですね、この客単価、ARPU、月契約単価ですけれども、客単価ですよね。これね、楽天は隠すと思ったら、なんと今回の決算発表で、これについての発表があったんですよ。だから楽天ユーザーってのは、いくらね、お金を月に払ってるのか、これ平均がね、だから ARPU、月契約単価、これの発表があったんですよ。なんとこれが今回のですね、第3四半期、だからまあ7月、8月、9月なんですけれども、それによると1470円だったらしいんですよ。だからね、さっきの MMD 研究所想定よりも高かったわけですよ。さっきの計算、1500万回線はいるんじゃないかっていうのは1300円の客単価だったけれども、楽天が言うにはね、今回の7月、9月のこれ客単価っていうのは1472円だったってことなんですよ。だからちょっとね、まあいいことなんですよね。ちょっと高めだったっていう。でも言ってもね、言ってもあれですよ。昔2980円取ろうとしてたものが1472円しか取れないから、もう半分以下とかなんですけれども。だからね、そう考えるとさっきですね、1300円で1500万回線必要ってこと。そして、まあ、楽天がもともと言ってたのが2980円で700万回線必要ってことで、じゃあ今回ね、1472円だった。じゃあこれならいくらぐらい、何人ぐらいのね、契約者数が黒字転換には必要なのかですけれども、これがざっくり計算ですよ。ざっくり計算では1300万人契約ぐらい必要だってね、そうなるわけなんですよ。1300万以上ですね。1300から1400とか、それぐらいいるんじゃないかって計算になっちゃうんですよね。でもまださっき言ったのね、518万ユーザーぐらいしかいないってことなんですよね。で、ちょっと見てもらいたいのは、はい、これです、これ。これがですね、ちょっと見てもらいたいのが、これ書いてある通り、楽天の契約者数の推移なんですけれども、で、これ分かりやすく見ようと思うんですけれども、これね、もちろん右の方がね、直近なわけじゃないですか。で、これね、まあ、言ってもこれね、去年の12月末までしかないんですけれども、でもね、この時期って要はですね、楽天が0円キャンペーン、0円プランでガンガンですね、契約者数を伸ばしてた頃なんですけれども、その時の1年間をちょっと切り取ってみたいんですけれども、これがね、分かりやすくじゃあね、2021年の1月から2021年の12月まで、まあ1年間ですよね。これでどのぐらい増えたのかですけれども、で、これがね、2021年の1月、これちょっと数字書いてないんですけれども、まあ大体ね、360万人ぐらいじゃないかと思うんですけれども、そして一番右側、これが1年経った2021年の12月ですけれども、そこが537万人って書いてありますよね。で、まあだからこれによるとですね、1年間で177万人増えたんじゃなかろうかと言えるわけですよね。だから、まあ、0円プランというチートを使って1年間で177万人を増加させるのが楽天の実力ってことなんですよね。多分ね、増えていけば増えていくほどこの増えるカーブってのは鈍化するとは思うんですけれどもね。そこはちょっと考慮に入れないですけれども。まあ、考慮に入れない方が楽天にとって優しい計算になりますけれどもね。そして、楽天モバイルにとってですね、あとどのぐらいの黒字になるための契約者数がいるかっていうと、さっき言ったように、あとね、1300万人だとしたら、今ね、500万人いくらとかだから、少なく見積もってもね、あと700万人ぐらいはいなきゃいけないってことになるじゃないですか。優しめに見積もってですよ。で、じゃあこれですね、あとね、700万人のユーザーを増やすにはどのぐらいの期間がいるかっていうと、さっき言ったようにね、1年間で177万人増加とかだから、だから0円プランをガンガン使ってですね、それでも4年ぐらいは全然かかるってことになっちゃうんですよね。で、しかもね、当たり前ですけど、これからはね、0円プランとかも使えないわけじゃないですか。だから、そんなですね、0円プランというチートが使えない楽天が、
どうやってね、あと700万人のね、契約者数を増やすのかって思っちゃうんですよ。どのぐらいの期間でいけるんだって思っちゃうんですよ。そして、毎年ですね、お金がね、何千億円となくなっていくわけですよね。まあ、いつまでやるのか、いつまで続けるのかって感じですけどもね。まあ、そんな感じだったと。だからね、こういった状況ですからね、これどういうふうに言われてるかっていうと、ちょっと記事紹介しますけれども、こんなふうに言われてます。これがね、ブルームバーグ。まあ、ちょっとね、外資系の方がちょっと公平っぽく言ってるかなと思ってそっち使うんですけれども、ブルームバーグが言うには、アメリカモーニングスターの、まあ、さらにあれか、ブルームバーグが伝えてるし、さらにモーニングスターだから外資ですね。アメリカモーニングスターの伊藤和則アナリストは、楽天グループの e コマースとフィンテックの組み合わせは日本でも最も魅力的で強く、銀行がさらに成長するための資金調達は理にかなっていると指摘。だからいいこと言ってるんですよね。だから別に楽天、アンチ楽天ではないと。ただこれがこんなアンチでなさそうな人でもこう言ってるんですよ。一方、赤字続きのモバイル事業は計算違いで引き返せない、長期でキャッシュを賄う必要があるとも述べた。こういうふうに言ってるんですよね。でさらにまた別記事でも、今後特筆すべき契約者数の押し上げの要因も見当たらず、もはや黒字化は遥か夢の彼方を感じさせられますとまで言われてるんですよね。まあだからね、何が言いたいかと、僕ね、別にね、ダメな記事、楽天モバイルはダメだって言ってる記事を集めてるわけじゃ全くないんですよ。まあそれぐらい楽天がいけるみたいなね、書いてる記事って見たことが未だにないんですよ。僕結構チェックしてますけれどもね。そんな感じなんですよ。で、ぜひね、これも紹介しなきゃいけないって感じなんですけど、これもですね、昨日今日のニュースなんですけれども、今ね、楽天モバイルがね、契約者数を増やすにはどうしたらいいかみたいな話をしてるわけですけれども、やっぱりね、これもすごい関係してるわけですけれども、逆に、これがないとね、もうちょっと楽天ってのは契約者数を増やすことができないのが、何かっていうと、そう、プラチナバンドですよね。これがないとね、だって他のね、既存の三大キャリアってのは、プラチナバンドを使ってるわけですよ。あ、これね、プラチナバンドっていうと、簡単に言うとですね、建物の中でも電波が繋がりやすくなる。それがプラチナバンドなんですけれども、これがですね、現在既存のですね、これ三大携帯キャリアってのはこれ使ってますから、楽天よりもね、いい電波使ってるってことなんですよ。だから、それがないと楽天はね、戦えないですよね、他のキャリアと。で、これに関してなんですけれどもね、もう本当、昨日のニュースとかなんですけれども、ちょっとこれびっくりしたニュースだったんですけれども、それが出ました。ご紹介します。これがまずですね、数ヶ月前の記事、こっちから紹介します。どんなこと書いてあるかっていうと、プラチナバンドとは、我が国の電波利用における700MHz から 900MHz の周波数帯のことで、ここが最も携帯電話に適して繋がりやすいことから、この名称で呼ばれています。国内のプラチナバンドはすでに先行の三大キャリアに独占され、現在空きはありません。楽天に割り当てられた周波数は 1.7GHz であり、屋外では大きな問題はないものの、室内での先行3社に比べた接続の悪さは利用者の知るところです。ってことなんですよ。こういう状況ですからね、楽天が今ですね、公平じゃない、うちにもプラチナバンドくれってね、総務省に言ってたんですよ、数ヶ月前とかでもね。で、しかもね、これってどうもですね、このプラチナバンドってのはですね、さっき言った 700MHz から 900MHz の周波数帯なんですけれども、さっき書いてあったように、既存の3キャリアががっちり使っていて、空きがないってあったじゃないですか。っていうことは、楽天がプラチナバンド使うにはどうしたらいいかっていうと、他のね、3キャリアが使ってるものから、ちょっとね、削ってもらって、分割してもらって、楽天に分けてもらわないといけないってことなんですよ。で、そういったことからね、今言われてるのが、既存のキャリアがですね、現在の通信のクオリティを下げないで、ゆっくりですね、自分のところを削って、楽天に与える。ね、そういったことをすると、なんとこれがですね、数千億円のコストと10年の期間がかかるっていう風に、既存の三大キャリアが主張してるんですよ。急に削って与えちゃうと、今うちが抱えてるお客さんに迷惑かかっちゃうから、クオリティ落ちちゃうからダメだっつって言ってんですよ。で、数千億円のコストと10年ぐらいかかるっていう風にね、言われてるんですよ。もちろんね、既存のキャリアとしてはね、楽天モバイルの邪魔をしたいんで、ちょっと持っていってるとは思うんですよ。で、逆に、楽天モバイルは計算してみたんですけれども、楽天モバイルの計算だと、1年でできるって言ってるんですよ。わかります?10年と1年、えらい違いじゃないですか。だからね、楽天も楽天で1年でね、1年ってのは持ってると思うんですよ。すごい、早めに言ってると思うんですよ。これ無茶だと思うんですよ、1年ってのもね。で、これが、今言ったのはね、数ヶ月前のニュースだったんですよ。で、今回ですね、ほんと昨日とかなんですけど、これにちょっとした結論みたいなものが出たんですよ。これちょっとびっくりしたんですけれども、ちょっとね、楽天絶望かっていうね、そういうニュースなんですけれども、ちょ、読んできますね。これがですね、総務省の有識者会議は8日、再割り当てする際の移行期間や費用負担に関する報告書案を示した。標準的な移行期間は5年が適当で、作業計画によってはそれを超えることも可能だとした。っていうことで。だからね、なんかこう、一番偉い総務省が、まあ、ただね、総務省の中の有識者会議ですけれどもね、ただ一応第三者みたいになるわけじゃないですか。そして総務省だから偉いわけじゃないですか。そこが、なんかですね、標準的な移行期間は5年が適当とかね、それを超えることもあるみたいなことを言ってるんですよ。それね、昨日出たんですよ。
まあだからね、これ徐々なのか一気なのか分かんないですけれども、5年後という数字が出てきたってことなんですよ。ってことで、これですね、楽天モバイルは3大キャリアと同じ品質を提供するには、プラチナバンドをね、割り当ててもらうには、5年ぐらいはかかりそうっていうことが分かったっていうね。だからちょっと、楽天モバイルさらにちょっと絶望的かって結果が見えてきたってことなんですよ。ただね、これに関してもちょっと面白いのが、これね、翌日の今日なんですけれども、楽天の決算発表の場で、これについてもちょっと触れられたんですよ。楽天がなんて言ったかっていうと、2024年の3月からプラチナバンドの使用を開始するっていうね、発表したんですよ。これは目標ですよ、目標。だからね、えらい違うじゃないですか。だから3大キャリアは10年かかるって言って、総務省は5年はかかるでしょうって言って、標準的には。で、楽天はですね、2024年の3月だから、1年半とかですかね、それぐらいでいけるって言い始めてるんですよね。どうなんでしょうね。まあね、だってさっきの話だとね、他の3大キャリアが使ってるのを分けてもらわないといけないってことじゃないですか、この場合ね。だったらこれですね、他の3大キャリアですね、全力で分け与えるのをね、遅くしようって努力する、しますよね。まあだからね、そんな早くいかないと思うんですよね。まあ、多分これね、2024年の3月から楽天が使うっていうのは、多分一部使えるようになる。プラチナバンドを一部使えるようになるって発表なのかなと思いますけれどもね。だからね、そうなるとですね、全面的、だって今の既存キャリアはね、もっと広域で全体的に使ってるわけじゃないですか。だから楽天モバイルがですね、それに追いつく、全域でプラチナバンドを使えるようになるには、最速でも5年後なのかなってちょっとね、いろいろ話を聞いて思っちゃいましたね。そう考えると楽天がね、2024年3月から使い始めるって言うとさ、嘘じゃないかもしれませんけれども、同じクオリティになるにはですね、まだまだ時間かかるっていうね。なかなかちょっとね、苦難な道はまだまだ続くって感じがわかりますよね。で、もう最後です、最後。最後これを紹介して終わるんですけれども、これがですね、これも決算発表直前の前日、昨日ですけれども、こういったね、記事出てたんですけれども、これどんな記事かっていうと、前もちょっとね、僕も言及したことあるんですけれども、また出ていたのが、ソフトバンクの売却についてのニュース記事。これがね、ついに出ましたね。ニュース記事として出たのは結構ね、珍しいかもしれないですね。これがですね、こうあります。ある関係者によると、楽天グループは苦戦しているモバイル事業を立て直すために、外部の投資家による資金援助を模索したこともあった。また、別の関係者によると、金融機関の間では、モバイル事業の売却の可否が話題となることもあったが、買い手候補がいないのではないか、との見立てになったという、ってことなんですよ。そうなんですよね。僕もちょっとこれ思っていて、特にね、既存のね、三大キャリアからしたら、別にね、楽天モバイルって別にいらないんじゃないのかって思っちゃったりするんですよね。もちろんね、ものすごい二足三門みたいなね、安い金額だったら、単純にね、楽天モバイルのユーザーを、契約者をですね、単純に買うつもりで買うんだったらね、ありかもしれませんけれども、契約者数の獲得、契約者数を買うために、販促費を払うみたいなね、販売促進費、販促費を払うみたいなノリで払うっていう、そういうノリだったらあるかもしれませんけれどもね。そういうんだとね、すごい安く、めちゃくちゃ安く買われるっていうのはあるかもしれないですけどね。普通のね、楽天モバイルを買収するみたいなね、そういうのはなさそうな気がするんですよね。はい。ということで今日はだいたいこんなところですからね。いやーなんかね、だからね、楽天ね、これこの間ちょっと紹介しましたけれども、元大王製紙の井川さんとホリエモンの対談でですね、悪いことってのはいっぺんに来るってのが、未だになんかすごい僕頭に残ってるんですよ。印象的っていうかね。で、なんかたまたまですけれどもね、今日朝あった元野球、プロ野球選手の村田兆治さん。村田兆治さん亡くなっちゃいましたよね。で、これはね、先日なんか空港で事件を起こしてましたね、村田兆治さんって言うとね。で、今回ですね、それから少しして、今朝ね、火事が起きて自宅で亡くなるっていうね。なんかね、これ、なんかこういうの見てるとね、ほんとちょっと悪いこと重なるなって本当かなってやっぱ改めて思っちゃったりするんですよね。だからね、楽天モバイルも調子良くないしね。だから三木谷さんもなんかさらなる悪いことが出てくるのかどうかってちょっとやっぱ思っちゃったりするんですよね。どうなんでしょうね。まああれか、ガーシー次第なのかもしれないですけどもね。はい。ということで、今日はこんなところで、ございます。